さっきはその次期当主様のせいでお見苦しいとこを見せちゃって。あざになってねえか。あいつマジで容赦ねえ。ジェシカ、何か言ったかい？何も、もう十分懲りたって。あいつ、その上地獄耳だな。ようやくリオンってやつが理解できてきた。そう、昔から妙に勘が良くって、その上ほら大人受けが妙にいいし、私は家でも学校でも比べられてる。そういえばリオンは中学も高校も生徒会長だったね。バドミントンの部長もやってたよね。行く先々でリオンと比較されてひでえ目にあったというわけだ。私は中学に入って行ったぜ。その時はもう副会長やってた。来年は生徒会長になる気だろう。私の肩身が狭くなるからやめてくれって。でも翌年にちゃっかり立候補して当選しちゃいやがった。高校でもそう、今度こそやめてくれって言ったのに、その時点でもまた副会長で、また3年になるのと同時に会長になりやがった。父さんはチヤホヤ、母さんはあなたも妹として恥ずかしくないよ頑張りなさいってチクチク。でもそんなリオンの妹であることを誇りにも思ってるんでしょ。別にそんなこと思ったことはねえぜ。ああねえぜ、全然ねえぜ。上が完璧だと息もつまらん。だが他人は他人、お前はお前だ。何も萎縮することはない。お前のしたいように精一杯好きにしたらいい。もちろん。でも母さんたちは後ろ宮リオンの妹として恥ずかしくないよ、後を引き継げってうるさい。生徒会に入れだの、バドミントンやれだの。軽音楽はやっていないのか。それは秘密、内緒。俺は好きだぞ、ペッタンペッタンとかスイーツスイーツとか。そういう生き方が一番だ。謳歌しろ青春を。そりゃどうもありがとう。今度はお前たちに話が聞きたい。さっきマリアちゃんとしていた？そうだ、ベアトリーチェについて知っていることを聞きたい。マリアちゃんはオカルトや魔女のことが大好きだからね。彼女にとってベアトリーチェはアニメのヒロインと同じ憧れの存在なんだよ。何か些細なことがあるたびにそれを魔女の魔法によるいたずらだと信じてる。お前は大人だな。そしてそうは思ってもマリアには絶対に言わないところも大人だ。当然さ、子供の夢は子供の時にしか見られない。その貴重な経験を尊重するのが大人の仕事だと思ってるよ。お前とは話が合いそうだ。
なるほどな。分かってはいるが、複雑だ。ベアトリーチェの葬儀に参加しておいて、こんなことを言うのも申し訳ないけれど、僕も説明できるほど、ベアトリーチェという人物のことに詳しくないんです。申し訳ない。その話は、ここに住んでるジェシカちゃんの方が、僕よりももう少しは詳しいかもしれない。そういえば、ジェシカちゃん、こちらの方を紹介したっけ？いや、実はまだお客様がいらしてるってのに、尻ばっかつねるどっかの誰かのせいで、きちんと挨拶もできなかったぜ。はじめまして、ジェシカと申します。本日は後宮家へようこそ。いや、そのお日柄もよく、そのウィラードだ、ウィルと呼べ。何かおかしいことをしたか？いや、その、全然。お前の知っているベアトリーチェの話が聞きたい。ベアトリーチェのことだっけ？話してもいいけど、その約束してくれる？絶対に笑わないって。今にして思うと、そのきっと寝ぼけてたんだと思うから。お前は何を知っている？笑わない、聞かせろ。いいよ。どこから話そうかな。
だろうな。年に何度も来ない親戚連中ならともかく。そういうこと。だから親族会議になると親戚たちが必ず肖像画の前で決まってベアトリーチェの話をする。だから定期的に思い出させられるのさ。マリアちゃんは本当にベアトリーチェが好きだな。おじい様が肖像画を掲げて以来大喜びみたいだ。あれ、エンジェは？キリエおばさんと薬を飲みに戻ったよ。エンジェは本当に体が弱えな。バトラとは大違いだぜ。緊張すると体調を崩すタイプなんだよ。僕も昔は遠足の日や映画の日なんかに限って体調を崩したりしたもんさ。それに比べたらマリアはタフだぜ。新島からこっちに来るまでの間ずっとベアトリーチェの話三昧さ。ここしばらくずっとだけど、ちょっと行き過ぎだよな。いいんじゃないかな。子供の想像遊びだよ。ジェシカちゃんは子供がサンタクロースに会ったことがあるって言い出したら嘘だって言っちゃうのかい？まあそこまでは言わねえけどさ。申し訳ないね、諸君。当主様は高尚な研究で大変お忙しい。昼は書斎で取られると仰せだ。それでは皆様、ランチを始めさせていただきます。腕によりをかけてご用意させていただきました。かわいそうに、ゴーダ。後でキリエさんに相談して、お粥のようなものを用意するように。ああ、気を利かせてくれてありがとう。本当にすまねえな。どうも緊張に弱い子みたいでな。幼いうちはそんなもんや。吐いたりしないだけ可愛いもんやで。ジョージはよく吐いたわね。昔は本当に病弱だったのよ。ねえ。昔の話は許してよ。食事時にする話じゃないよ。おー、エンジェかわいそう。こんな美味しいご飯なのに食べられない？かわいそうにな。元気になったらその分いっぱい遊んであげようぜ。おー、ダメ。マリアとは遊べない。なんだよ、どうして？だってマリアはベアトリーチェと遊ぶんだもん。だからエンジェとは遊べない。ベアトリーチェと遊ぶって、またどっかに一人で行ってぶつくさ一人ごと言いながら本を読んでるだけだろ。
う、ベアとも一緒だの。弱いからジェシカの前になんか現れたら焼き散らされてしまう。でもね、いつかきっとジェシカの前にも現れてくれるよ。うん、誰の前にも。そして黄金鏡の扉を開いてもらうの。でも招かれるかわからないね。だけどマリアだけは連れて行ってもらえるの、黄金鏡に。でもジェシカはダメだよ、ジェシカはダメ。ベアトリーチェのことをバカにする無知猛埋愚昧曖昧愚かも極まれりの汚らしい毒素まみれの人間風情。ベアトリーチェのことをバカにされた時のマリアと来たらまるで別人さ。マリア二重人格説なんてのもあったな。二重人格、ああそいつは多分ぴったりな表現だろうな。あるいはそれがマリアにとっての理想の人格だったのかもしれない。自分のなりたいもう一人の自分を生み出すの話か。え、なんで私のモットーを知ってんだよ。難しく考えるな、頭痛になら。誰だって自分が本当になりたい自分があるんだ。でもなれない。生活やしがらみの中に今の自分がいるからこそ今の自分を変えるなんてことできやしないんだ。そうだな、自分を変えるとは環境も変えるということだ。それは容易なことじゃねえ。だから私は今の自分はそのままに、本当になりたい自分をもう一人生み出すことを思いついたんだ。両家のお嬢様であることを強いられ窒息しそう。